はい、皆さんおはようございます。今回は冬なので、温泉探しです。男の温泉旅にやってまいりました。とりあえず今温泉を探しております。ちょっとね、同行していた友達がちょっとカメラの準備とかいろいろやってたら先行ってるよって言われちゃって、前に今遠くに、もういないか、前にいるんですけれども、とりあえず、湯気がどっかに立ち上ってると思うので、それをちょっと目印に温泉の方を探していきたいと思います。はい、でまあ今回の温泉なんですけれども、本当はね、まあ肩までどっぷり使ってやろうかなと思ってたんですけれども、ちょっと林道の終点、まあ車止めですね、そこでたまたま会った人に、話を聞いたら、まあその人地元の人らしいんですけれど、なんかね、時々やっぱこういう温泉求めに来て、でお湯ためるのにね、ビニールシートとか広げて、でそのまま放置する人とかが結構多いらしくてね、困ってるらしいですね。それでまあ、なんだ、人もなんか死んでるっていうことをちょっと聞いたので、まあ多分温泉が原因じゃないと思うんですけれども、まあなんかそこを入ってた人が、まあ山かなんかで落ちちゃったのかな、多分滑落かなんかで死んじゃったと思うんですけれど、これ熊の足跡じゃね、違うかね。えまあ地元としてもやっぱあんまり浸かることはお勧めしてないっていうことなので、まあ触る程度ですね、まあ足湯ぐらいまでかなと思うんですけれど、うん、とりあえずね、まあ足湯ぐらいまでやって今回は終わりにしようかなと思います。でとりあえず今温泉を探しているんですけれど、まあ今日寒いんでね、湯気がどっかにね立ち上ってると思うんですよ。うん、沢沿いにあるっていうことなので、湯気がどっかあるかな、違うか、パイプない、系統は同じだよな。この橋からなんて書いてあるの、すっげえ深いね、ここん見た目が全然違う、コンクリだよ、ちゃんと橋だから。そうだね、この橋割れ目ないもんね。うん、お疲れっす、行きましょう。この上にあるらしいからな。海なんて全然見えない。こっからだから1時間。沢沿いで1時間。ぐらい、1時間ないぐらい。絶対雰囲気なんだって。絶対雰囲気じゃないって。え？絶対雰囲気じゃないって。いやいや、これ迷うって。沢沿い行けば迷わないよ。ここまで来てもったいないじゃん。行けるとこまで行こうよ。行けるとこまで。ここじゃん。ここだよ。え？だって無理だって、本当にあれとこ行くんだよ。これ2階じゃん。道あるよね、道が。道あるよ。
痛い。前のリュックが。そんな気がした。すまーん。鹿の後は。下降りた方がいいな。ここの木の上乗っかってくる。え？ここをこいつみたいにこうやっていけば。いやだよ。ないか温泉上に。この足跡は？なんだ？舐めてる。おー危ねえ、びっくりした。怖っお前。そんな枯れた木つかんじゃダメだろお前。そんな枯れた木つかんじゃお前やばいだろ。死ぬかと思った今。危ないって。お前が危ないよ。見えないんだもん、枯れてるから。見えるよ俺には。元気いっぱいの紅葉樹林。紅葉樹林だし今の。針か。足を目印に歩いたんだから。うん、上。危なお前、怖っお前。な、怖いってお前マジで。お前の後ろ怖すぎだよ。前も怖いよ、さっき前だったもんな。お前は木を掴むな、もう。やった橋だな。気持ちよかった、気持ちよかった。また来ようぜ。本見せてみる。ないよ多分。ようやくね車に戻ってきたんですけれど、見つかんなかった。いや見つかんなかったな。やばいな、麦茶なのか。緑茶かと思ってたわ。優しい麦茶。茶色かった。ミスったな。魚もいいんじゃないの？いや、肉臭いもん。誰ももういいんじゃない？男だもん。早いよ。超名前。こっちだよ、まだ。順番的には。そう。
になるよ、また喧嘩になるよ、殴り合いの。あ、待って、開いた。今のうちに、多分、自宅とかじゃないもん、行っちゃおう。峠行く？行く？大根焼く？まだいいよ。魚だ、いただきます。食べよう。焼けてるかな。これはちゃんと焼けたい。すいません。まあでも焼けてるっちゃ焼けてる。じゃあともうちょっとやる。じゃがいも切ってるから。味がない。あるわけないじゃん。魚の味。ここで味噌使ったらもうこれまだ我慢できる味のないのか。うん、こっちもっと味ないんだよ。味噌使おうよ。え、低い人これ。さすがに俺たちで最後の取り手のソーセージが残されてる。ソーセージは味ついてる。あれは絶対うまい、一番うまい。多分ね、この条件から一番最後に行こう。お腹いっぱいになっちゃう。まあ普段普通にちゃんと全部が取ってたら分かんないけどね。この今も塩も水も味噌も入れてない状態だったら絶対ソーセージも加工品だもん。牧場で買ったの。味ついてるわ。一番うまいかも。マジ？まずい。マジで？やばいぞこれは。マジで？味噌取っといた方がいいかもしれないこれは。ここら辺。マジで？肉の味するよ。でも味噌ってこっちに多分近いた方がいいと思うよ。むけちゃうかもそんななくない？ないけど美味しくない。味噌入れないと絶対。うん。これ味ないもん。ダメだこれ。魚は我慢しよう。今日は。いいよ。そっちに味噌たもうたっぷり使おう。たっぷり使おう。落とすねお前それ全部。落としたら終わりだぞ。戦争が起きる。買ってこいや。待って溶かせないよこれ。乗っけちゃえもう。溶けたら溶けないよ。ちゃんとここら辺分担して溶かせないとね。片方だけ味噌味が染みてる大根とかじゃない。大根コーナー。味見しよう。それだけ味噌を楽しむ唯一の食材を。調味料。調味料って大事だね。本来の味なんて嘘だからね。もう乗っけたらうまいべ。うまい決まってる。贅沢したらなくなるよ。贅沢したら豆腐なくなるよ。豆腐コンビニで味噌全部使った。あったよ。美味しくしたいだろ。こんだけ大根とじゃないもんとほうれんとかさかけてさ、もう嫌だよ。ピチャリ諦めろ。お前はいいよな。そこでさ味噌ちょっと使ってさ食えないよ。味噌ちょっとやるよ。じゃあ大丈夫で持ちといてやる。ちょっとしかないもん。1個食えりゃ1個の美味しさで後のまずさ我慢する。 OK。 これでまずかったらもう俺は知らん。ゴミ袋なんだか残ったものいいや。汁あふれてる。もう食えるようになった。
茶感なくなったよね。ターゲット真っ暗なんだけど。この中に何が張ってんだ。真っ暗映ってんのかなこれカメラ。クソみたいなカメラ。戦争が起きる。戦争起きるじゃんお前。自己責任ね、このソーセージに関しては。生でも食えんでしょ実際。食えねえか。骨付きだから。火取ってないのかな。多分おのおのが片方ずつやんなわけだ。うん。自分なら自分でやろう。 いい感じで焼けてますね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫。3秒ルールだよ。3秒ルールだよ。バッチリ映像に残ったから今。あ、とか言って温まったら食えんじゃないの。もうアクセントだね、料理の。大嫌い。交換する。焦げてるとかの問題じゃないから大丈夫だって。嘘。やってねえよ。ついた。触ってないもん。触ってないからマジで。指から落ちたんだよ今。マジで触ってないから。ちょっと照らしてくんない。その俺の時影でするからやめて。俺の時しか照らさない。あ、全然焼けてねえな。まだまだまだ。落とせ、落とせ。手でやってんの。そう、やけどするくらいで。あっつった。やっぱ、ね、奥の方が、ね、火力があるから。戦争なのにまた。多分土がついても泥がついても俺ら食うから。メインだから。メインディッシュだもん、これが一番。これが。全てが完璧に作られてる。味もね、濃さも。そう、もうこれだ。これが一番美味しいのは間違いない。だってだ今までのもね、もうちゃんと調理されれば一番美味しいレベルになるけど、調理されてないから、ね、ただ焼いてるだけ。シンプル。お腹痛くても仕方がないレベル。何も味をつけてないから。ただ焼いてるだけの。焼いてるだけ。食えるようにしてるだけだから。食えるとかお腹壊さないようにしてるだけだからね。多分いや、うまそうだ。お、ちょっと、あ、いけるね。いただきます。生い、冷たい。冷たい、大丈夫。いや、いけるいける、これ全然いけるよ。もう音聞けば、うまい。うまい、これ、今の方がいいよ。皮パリパリで。うまそう。めっちゃうまそうじゃん。うん、めっちゃうまそうじゃん。やべやべ、これ絶対うまいわ。わらめ、めっちゃうまいなこれ。やっぱ加工物ね。うん。早く食べないと冷えちゃう。